城南線は、愛媛県松山市の道後温泉駅から、西堀端停留場まで、及び、平和通一丁目停留場から、上一万停留場までを結ぶ伊予鉄道の、軌道路線。ボッチャン列車の運転区間のほとんどを占め、市民や観光客にとって、重要な路線となっている。市内線の系統図1907年、松山電気軌道により、標準機の単線で開通。 開通時はこの区間に12停留場があったが、南堀田市役所前間の江ノ木前停留場が後に廃止されている。1921年、伊予鉄道が松山電気軌道を吸収合併し、1923年に期間を 1067mm の狂気に改めき、上1万の立体交差を廃止。その後、幹線街路の拡幅に伴い、伏線区間を延長して、 現在に至る。一方、支線区間の上1万平和通1丁目間は、1969年に、上北線、上南線の環状運転を開始する際に、新設されたものである。AB 国土交通省鉄道局監修、鉄道要欄平成28年度版、電気車研究会、鉄道図書観光会、P230 軌道運転規則。 第2条に基づき国土交通大臣の許可を得た方法であり、鉄道統計年報においては、その他の方式とされる。ラケット型環状線のため、西堀正と市役所間を直通せず、一旦、花園線へと入線する。平和通一丁目退場一万の連絡支線を除く。平和通一丁目退場一万の連絡支線を除く。 3号線に準拠している。廃止鉄道ノート、松山電気軌道市内電車、本町線松山市駅へのアクセス改善、長期滞在促進のため、3日間を発売よ、鉄道、2018年1月25日、同日閲覧。ありがとうございます。